とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 Y、ワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も新しく出てきた極ボスに挑んでいきましょう。今日やる極ボスはこれ。極、水に流れる恐怖の螺旋。早速行ってみましょう。はい、では行こうかね。まあ、今回の新しいボスすべてに言えることは、欲張りすぎない攻撃に。基本的には回避をメインにやっていくっていうこと。まあ、もうそれに尽きるね。それに尽きます。じゃあ。で、こいつは、この上に飛んで、落ちた時に回避しやすいのよ。ジャンプして、落ちてきた時に、この時に回避しやすいのよ。で、その後にポーズが出ることが多いから、そのポーズによって、次の攻撃を回避する。そういう形をとっていくと、意外と、やりやすいと思う。で、ポーズ、まあ、出ないな。ポーズ出る時が結構あるから。で、その時にはポーズで、敵の攻撃を、無敵時間を使って回避していくっていう、そういう戦い方がやりやすいかな。こうしてこういう感じで攻撃が終わった時に反撃していくっていう感じだね。まあ今のはちょっと、できてないけどね、このタックルかチュッてしてくるときがあるのよ。チュッてしてやるときか、タックルのときは、ポーズで回避できるから。よっしゃ。こういう感じ。まあ、こういう戦い方でいってみましょう。で、ジョブは、ポーズ取ったときに、回復する、夢見る少年少女。それをおすすめします。じゃあ、でこいつ特にね、危ねえ、この雷属性持ってるのよね。でこれでしびれちゃうから、しびれるとね結構まずいのよ。追撃を食らって即死することだって全然ありえるから、攻撃にはほんと注意していっちゃいましょう。あと、基本的にはね、おー、いた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 、巻き込まれた、いつの間にか。まあいいや。基本的には、本気バーストするときまでは、全然余裕だと思う。バーストしてからがこいつはね、結構強いから。おー、結構範囲広いな、思った以上に。はい。これ避けて反撃をしていくと、でむやみに攻撃はねやめたがいいよ、すごい反撃もらっちゃうから。あ、でもパーティーで行く時とかはもうガシガシいっていいよ。基本はパーティーの時はもうガシガシいっていい。ただ本気バーストした時が、おっと、そうはいかないぜっていう感じ。あ、ダメだ、取れなかったね。はい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 。そろそろ来るか、そろそろ来るよね。でも多分こいつと戦うことはそんなにないんじゃない？ここあんまりマルチで見たことないしね。あ、で、この新ボスたち、本気で怒った時が、竜巻が出るのよね。この竜巻は、絶対当たっちゃダメ。これ3回ぐらい確かね、ダメージがあって、食らっちゃうと、ほぼ即死するから、要注意で、立ち回ってください。お、いけるか？いけた。はい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 。これで敵のバーストも切れるでしょう。切れてない。しぶといね。まあいい、この必殺技もね大丈夫、戻ってくるからね。そこだけ注意してしまえば大丈夫。おいおい、しぶといよお前追跡がしぶとい。はい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 。バーストは要注意。取れるか。取れた。でしかも通常状態に戻ったね。え、またえらい連続できたね。うん。バーストした時の敵の攻撃のねタイミングがずれてくるから、そこ注意して気をつけていこう。 OK、 いけるか。いけなかった。でもいいや。やば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 い。あっぶねえあっぶねえ。しびれるからね。しびれた時がマジでやばいから要注意。はい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 。 OK、 いけるか。無理か。危ねえ。さっきはそこで、あ、いやー、やめてくれやめてくれ。あぶねえ危ねえ。そうするなって。あそこは俺ちょっと失敗しちゃうな。でもまあ大丈夫大丈夫、なんとかなってるから。よいしょ。このしびれる属性っていうのがなかなか厳しいものがあるね。よっしゃ終わりです。うん、まあまあソロで行くんじゃなしにマルチでねやりましょうよ。マルチで結構ソロで行くってチャレンジャーだから、マルチで楽しくやりましょう。すぐね、人は入ってくると思うんで。はい。それでは、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。